Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de Genshin Impact. Et il est temps d'entamer un événement. Pour ce faire, ça va être le paradis estival mystérieux. Et on doit d'abord aller au QG de l'ordre de Favonius. Et ça fait super longtemps qu'on n'y avait pas été. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, abonnement, commentaire, le petit like, mais également la cloche de notification. Il y a au moins une vidéo par jour sur la chaîne. Jean! Je vois qu'il y a Cli et j'ai pas vu la dernière personne. Ah, Kaya. ジーナちゃん、来たぞ。二人とも待っていた。うわ、思ってたより人がいるな。あ、クレイにガイアまで。パイモンちゃんと栄翼士のお兄ちゃんだったんだ。久しぶりだね。 ほう、お前らだったのか。参ったな。なんというか、お前らはいつも予想外のサプライズを持ってきてくれるからな。ひひ、仲良しの友達に会えるって思うと楽しみでノックしそびれちゃったぜ。びっくりさせたか？あ、お前たち、まさか聞かれたらまずい秘密の話とかをしてたわけじゃないよな。 Personne n'a commandé chez le bon chasseur. Nous avons dû nous tromper d'adresse. ずるいぞ。いきなり鹿狩りの配達員になりきるなんて。本当に久しぶりだ。パイモンと旅人は相変わらず仲がいいな。心配するな。機密の話をしていたわけじゃない。むしろちょうど君たちの話をしていたところだ。そうだな。この件の主役に話してもらおうか。 クレイが話すね。何日か前ね、クレイは反省室でドドコの物語を読んでたんだけど、そしたら窓の外から手紙が一通飛んできたの。どうらしいよ。手紙がどうやって飛ぶんだよ。小鳥みたいに羽をパタパタさせて飛んできたんだよ。おしゃべりもできたんだから。 D'ailleurs, si vous voulez de savoir de quoi elle parle en termes de cellules, n'hésitez pas à aller regarder les quêtes d'histoire de Clea. Ok, alors, il y a peut-être d'ailleurs qu'un seul épisode. それでね、よくわからないお話をしてたの。よくわからない話？反省室がどうのこうのって話みたいにか？ コーラ、ガイア。おっと、教育的指導は大事だぜ。うー、わかった。ちゃんと話すね。手紙はこう始まったの。クレイ、なんでまた反省室にいるの？って、ごめんなさい。それから、ママは最近忙しくて、 Jusqu'à présent, on n'a pas vu la mère de Clea. C'est une bonne nouvelle, non? それが一応危険はないはずなんだが、少し遠い場所にあって。 ママの友達のお家はスメールにあるの。もちろん騎士団はクレイを一人でスメールまで行かせられやしない。でもその友人を訪ねたいっていうクレイの意思もなかなか固くてな。D'où notre value。絶対行くよ。そこで一緒に遠出してくれる人がいないか考えてたってわけだ。もし頼りになる英雄が。 それもモンドを救ったことがあるような英雄がついていってくれれば。それでオイラたちを呼んだってわけか。すまない。でもクレイは君と仲がいいし、一番適切な人選なんじゃないかと私たちは考えている。うんうん、いいぞ。この依頼受けてやろうぜ。ひひ、英雄騎士のお兄ちゃん、いい？
Avec grand plaisir. Yatta! Et Yuxi no oni-chan ga ite kureru en dattara, doko e itta tte kowaku nai ya? Hora na, oujite kureru tte itta daro? Sore ja ato wa minna tayori ninaru tabibito ni makasete. Gaia, kimi mo issho ni itte kureru. Kono aida kara tameteta ita shorui wa もうこっそり終わらせたんだろう。君もこの機会にゆっくり羽を伸ばしてくるといい。やれやれ、バレてたか。なら断る理由もなくなっちまったな。ガイアがいてくれるならトラブルにあっても安心だよな。でもスメールってまたまた遠いな。いっぱい歩かないと。大丈夫、ママの手紙には不思議な招待状もついてたの。大声で行きたい場所をみんなで一緒に叫んだら瞬く間にビューンって飛んでいけるって手紙には書いてあったよ。Pratique la magie。 おー、そんなに便利な道具があるのか。でもチャンスは3回しかないからむやみに使っちゃダメなんだよ。なんだよ、行き帰りの2回を抜いたってまだ1回余ってるだろう。そんな不思議なものをなおさら大切に使うべきだろう。何しろ今は目的地もわからないんだ。向こうに着いたら別の危険があるってことも考えられる。一つ俺に考えがある。旅人、お前の人脈ならスメールの地理にも詳しい現地の友人がいるだろう。その人のそばに飛ぶんだ。そしたら不思議な招待状の機能も試せるし、その人に案内してもらうことだってできる。Oui, mais on connaît beaucoup de personnes qui sont occupées surtout. どうせ一回余ってるわけだし、ちょうどいいぜ。それで、賢いパイモンは誰か思いつくか？ひひ、いそうだな。スメールに詳しくてガイドもできるやつ。なるとレンジャーが良さそうだな。で、レンジャーが普段よくいる場所はガンダーワ。ほら、ガンダーワ。うん、ティナリにも手伝ってもらえるかもだよな。ニャリウカレイ。よし、じゃあまずはガンダルバー村へ行こう。メムシティニャリカネカミョ。うん、クレイはどこへ行くのでも楽しいよ。それにクレイはPar contre, Klee, je sais que tu as le titre de bombardière de l'ordre, mais ne sors pas tes bombes en pleine forêt, s'il te plaît. Sore ja, Daily Dancho, itte kuru ze. Kaze no michibiku mama ni. Kimi tachi no tabi ga umaku iku yo, inotte iru. Sore kara.クレー、わかってるって。クレー気をつけるかな。よーし、出発だ。目指すはガンダルバー村。ガンダルバー村。ガンダルバー村。ガンバルダー村。ほら、今何村って。おい、 c'était trop compliqué pour Klee.Fallait s'y attendre. T'as rien su d'enfant.、Hein. Bon, on atterrit où ? Ah, Sumeru, c'est déjà bien. Pécoulista ! Enna tokoro ni tensou sare chau en janai ka to omotte pibitta zo. Hihihi, gomen ne. Wazato janai yo.そりゃ分かってるけど、でも不思議な招待状が本当に機能するなんてな。面白い、本当に一瞬でスメールに到着したのか。ここがママのお友達が住んでるところなんだね。大きなお花がたくさんある。それからぴょんぴょん跳ねるキノコも。スメールにはまだまだ不思議なものがたくさんあるぞ。例えば、Alors, des sangliers avec des champignons qui leur poussent dessus? Des spectres argentés volants? Je vais prendre le premier. そうそう、初
初めて見たときはオイラもびっくりしたぞ。クレイ、この跳ねるキノコはキノコンって言うんだ。見た目は可愛いが、不用意に近づいたらわざと帽子をぶつけてくるぞ。本当？じゃあクレイも帽子をぶつけ返す。クレイは頭の帽子とは別にパーカーにも帽子がついてるからきっと勝てるよ。Vas-y, Clay, montre-leur! 少なくとも、爆弾よりは帽子の方がだいぶマシか。まあ、オイラたちは仲良しだから、きっとクレイが爆弾を使わないように止められるよな。うん。爆弾で周りのものを爆発させないよ。気をつけな。できるだけ。本当か？いい子じゃないか。クレイも大人になったな。うん、クレイはお利口さんの火花騎士だもん。じゃあお利口さんの火花騎士さん、早速ティナリっていう友達に会いにガンダルバー村へ行こうぜ。Et donc, Gandharva est juste ici. On est dans la région, hein, mais voilà. C'est-à-dire la zone de. Il y a des personnes. Ah, c'est quand même. Eura est là. Pourquoi Eura est à Gandharva Mura? Eux là. のことなら確かに他のレンジャーから聞いたことがある。そう、やっぱり私の推測は間違っていなかったみたいね。あれ、旅人パイモン、ガイアさんと、それにクレイまで。クレイのお姉ちゃん久しぶり。クレイにエウルア、お前たちなんでここに。エウルアに聞きたいんだけど。遠出してきたらバカンス中の遊撃小隊隊長にばったり会うとは奇遇だな。どうしてみんなが来るの？今困った顔しなかったか？Qui est partant pour un goûter？ うんうん、そうだな、行こうぜ。Détendons l'atmosphère。私に気を使ってそこまでしてくれる必要はないわ。勘違いしないで、気まずくなんか感じてないから。だったらいいんだけど。それならよかったぜ。はるばるスメールまで来たからにはきっと興味深い理由があるんだろう。早く俺たちにも教えてくれよ。ça a vraiment l'air d'amuser Kaya。ちょっと複雑な話になるけど、簡単に言うと私はいとこを探しているの。少し前彼は突然失踪してしまった。彼の家の調査結果から見るに、彼はローレンス家を再興する方法を探しにスメールまで来たらしいわ。 comme d'hab si vous voulez savoir、c'est quoi l'ancienne gloire du clan aussi on le mentionne、hein.Il y a les quêtes de la danse déjà sur la chaîne. Harubaru, Betsno Kunima de Hoho Sagashini? Mazaka, Smail de Benkyo de Mosurutsumori Nanoka? Ce serait pas le moyen le plus direct d'atteindre ses objectifs. Soleva Naito Mouva. Kareva, Mou Kiso Kyoiko Kerutosio, Tony Sugite Irmono. Mouichidanka Ueno Gangak Tonaruto. Akumade, Matasno Kareni Taisuru Insho Dakedo.その気はないと思うわ。彼は家族の名誉を何よりも大事に思っている。最高という考え方は間違ってるとは言えないけど、どこまでそれに執着しているのか、トラブルに発展しないかどうかまではわからない。どちらにせよ放っておけないわ。それが事実なんだったら、お前のそのいとこってローレンス家の大した行動派だよな。モンドからスメールまでの道のりって結構大変なんだぞ。
その上、私に身の安全まで心配させるなんて、いい度胸をしてるわ。ヒヒ、エウルアって優しいな。そうだよ。エウルアお姉ちゃんは、この前、クレイにムーンパイをごちそうしてくれたな。彼は同じ一族のものだもの。とにかく、どうにか見つけて、身の安全を確保した上で連れて帰るわ。Vous faites vraiment des efforts pour lui. 君たちは、どうして急にここに現れたの？ Vous expliquez la situation à Eula et Cole. そうだったのか。困ったな。ティナリ師匠は最近、パルディスディアイで講座をやってるんだ。でも、私でよければちょっとは手伝えるかも。この招待状にざっくり書いてある位置だと、砂漠の…砂漠？あれ？ママのお友達って砂漠に住んでるの？じゃあ、砂漠のおばちゃん？セノ様から聞いたことがあるんだけど、その砂漠のエリアでは妙な伝説が語り継がれてて、すべての願いを叶えてくれる秘境が存在するんだって。ああ、セノさんだったな。さん付けでいいって言われたんだった。慣れていかないと。すべての願いを叶えてくれる秘境、本当なのかよ。そんなところが実際に存在するのか。数年前の私だったら信じちゃってただろうけど、今はいろいろ経験したから、正直本当かどうかは怪しいと思ってるよ。なるほど。伝説が本当だとは限らないけど、彼はもしかするとそこへ運試しに行ったのかもしれないわね。Avec plaisir. 君たちがそのエリアに行くなら私も一緒に行くわ。いとこの本棚にはスメールの砂漠に関する伝説がたくさん置いてあったの。その線から考えると彼もその秘境を目指した可能性が高いわ。私も一緒に行っていいかな。役に立てると思うんだ。スメールにいる限りはガイドが必要だろうし、私ならぴったりだと思うよ。レンジャーなら勇気を出して助けの手を差し伸べるべきだと思うんだ。コレイの能力なら安心できる。これでまたさらに強いチームになったな。クレイ隊長はどう思う？クレイもすっごくいいと思う。一人の喜びは小さなものだけど、みんなの喜びを集めれば大きなものになるって物語の本に書いてあったな。こんなにたくさんのお兄ちゃんやお姉ちゃんたちと一緒にいるクレイを見たら、ママのお友達もきっと喜んでくれると思う。その通りだな。それじゃあ早速不思議な招待状をもう一回使おう。Il sent l'invitation mystique et tout le monde dit la destination à voix haute. J'avoue que là j'irais peut-être t'aider à pied pour garder le TP d'urgence, mais ok, why not? Que là littéralement t'as plus droit à l'erreur parce que le dernier TP c'est pour le retour. Et d'ailleurs, c'est à dire que tu oublies certaines personnes à faire le retour, Colette par exemple, à pied. Ou alors elle vient à mon stade puis elle se tape tout le trajet jusqu'à Sumeru. Ah là là, pauvre Colette, pauvre Colette. Elle ne sait pas dans quel traquenard elle se retrouve. Waouh! Hiroi Sobak! Jisai ni konome de miru to sugoi na! Tashika ni soukan da na.どうした？具合でも悪いのか？いえ、ただちょっと慣れるのに時間がかかっただけ。ここの空気はモンドと比べて少し乾燥しているから、ここは人が住めるような環境には見えないわ。本当に秘境があるとしても、この辺りには入り口も見当たらないようだけど。まさかさっき私が読み間違えちゃって、その
のせいで。そんなことないよな。違うよ、絶対クレイお姉ちゃんのせいなんかじゃない。1回目の時はクレイも読み間違えたけど、それでもちゃんとガンダルバー村に着いたもん。これまでの経験からすると目的地は間違ってないようだな。砂丘の下に入り口が埋もれたりしてないか。仕方ない、探してみるしかないわね。Groupe se sépare pour fuir la zone, mais revient bredouille. おかしいな。不思議な招待状に何か問題でも起こったか。あれ、そんな、まさかクレイが壊したんじゃないよね。でもクレイ何もしてないんだけどな。ドドコが証人になってくれるよ。きっとクレイのせいじゃないと思うよ。だってほら、この髪シワもついてないし。Le donjon quelque part à proximité. Hein? Eyuxino, ni-chan, nani ka ii hoho omoizuita? Plutôt que d'essayer de trouver le donjon. Ah! Oya, wakatta zo! Nous pouvons essayer que le donjon nous trouve. Oh, nakanaka omoshiroi kangaekata da na. Fushigina shōtaijō mo koko ni aru koto da shi.招待状を出した秘境も必然的にこれと関係があるはずだ。ああ、クレイわかった。クレイ、とっておきの技があるな。ノー、クレイ、ノー。どんな技？ノー。私たちも覚えられるかしら。うん、ママが言ってたな。助けが必要な時は、こうして大声で叫んでって。不思議な招待状さ、不思議な招待状さ、クレイは助けが必要なの。なんとかして。あ、おい見ろ、本当に何か飛んできたぞ。え、あれは瓶。どうやら効果があったみたいだな。俺もその技を覚えておくとしよう。お前もどうだ。結構よ、私には向いてないわ。瓶って言うとスメールの伝説にはおなじみのアイテムだよな。まさかこれが秘境の入り口なのか。瓶の中にある秘境か。リーユエならありそうだけどな。本当にそうなんだったら入る方法は一つしかないよな。Allez, let's go! Touche la bouteille. Et il est temps de rentrer dans le monde de la bouteille. Tony, je suis en train de faire un peu de temps. Je suis en train de faire un peu de temps. Oh, yeah, oh, yeah.こりゃお兄ちゃんもお姉ちゃんも置いてかれちまうな。だけでかで。ねえ見て、ここに広い綺麗なお庭があるよ。不思議ね、あんなに小さな瓶だったのに。みんなここで少し休憩を取りがてら現状を分析してこれからどうするかを決めましょう。そういえば魔瓶の物語を知ってるやつはいるか。あ、キングデシェレトと瓶にいるジンニーの話か。全部の単語が分かったわけじゃないけど読んだことあるぞ。ガイアお兄ちゃん、それってどんな物語なの。昔ね、冒険隊が瓶の国で冒険するってお話をママから聞いたことがあるの。でもそれは魔瓶って名前じゃなくて。ああ、ゆっくりクレイに教えてあげてもいいぞ。だがクレイが一人でどんどん先に進んでしまったら半分しか聞けないかもしれないな。分かった。
クレイもちゃんとみんなと一緒に歩くよ。クレイ、君もなんとなく違和感を覚えてるんでしょ？うん。ここは眺めがいいけど、やけに静かだ。それに、クレイのお母さんの友達だって人も出てこないし。砂漠のおばちゃんは奥に住んでるのかな？きっとフィッシュロー姉ちゃんの夕夜浄土みたいにお部屋がすっごく広いのかも。もしかして今クレイたちがいる場所はまだ一番端っこだったりして。仕方ない、とにかく奥へ進んでみよう。Concernant le l'Empire de la Nuit Éternelle de Fischl, je sais qu'il y avait l'année passée en 2022, au moment où je tourne cet épisode, l'année passée c'est 2022, je sais pas quand vous regarderez cet épisode, il y avait le Festival de la Mer, donc un événement, c'est de nouveau sur la chaîne, hein, où on avait fait de nouveau un lieu avec Klee et d'autres personnes. Et il y avait une section qui concernait justement Fischl et justement l'Empire de la Nuit Éternelle. Donc n'hésitez pas à les regarder, c'était intéressant. Ça me permet d'en apprendre un peu plus sur Fischl. Et je crois que c'est globalement tout. Je suis pas sûr qu'on s'y joue. On a peut-être eu des quêtes annexes aussi avec elle. Pas des quêtes histoire avec elle, je ne sais plus. En tout cas, déjà l'événement, ça, c'est déjà pas mal. Une invitation venue de loin. Donjon bouteillé, du port par son immensité. Coupon allègre. Des défis. Tout ça, c'est de l'externe. Je sais bien qu'il y a moyen avec cet événement d'avoir une nouvelle tenue pour Kaya. Oh, on peut débloquer Layla aussi. Oh, c'est cool. Je sais pas si je l'ai déjà, mais c'est pas grave. Bon, on banne un petit des trucs, ouais, logique, quoi. Ça reste un événement quand même, hein. Collection en allégresse, c'est quoi ça? Voilà. Et là, justement avec le fameux coupon que j'ai d'avoir, coupon allègre, on peut obtenir la nouvelle tenue de Kaya. Et franchement, j'ai l'impression que je la trouve super belle. Si j'arrive à l'obtenir, je pense que ce sera sûrement la nouvelle tenue que je placerai sur Kaya. Ombre nautique. Et il faut donc 150 coupons. Ah, et on obtient un objet à 270. Minéral de Félicifflu. Je suppose qu'on saura ce que c'est un peu plus tard dans la quête. Hein, mais on en a obtenu aussi. Minéral d'Aléflu. Ah ok, donc on peut obtenir deux objets. Et la question c'est, est-ce que c'est sûrement un objet qu'on peut placer dans notre propre maison. Hein, j'arrive pas à trouver. On s'amuse à faire la transformation de baraque. この道はもう長いこと誰も通ってなかったみたいね。そうだな。奥に行けば行くほど思ってたよりもずっと広いのがわかるよ。あれ？この先に何か変？大きな水の球体だぞ。触るとどんな感じなの？ねえねえ、触ってもいい？これだけ大きければ中に入れそうだな。C'est la dernière fois que nous avons entendu parler de Paimon. わいぞ。なんで急に脅かすんだよ。とりあえずは触らない方がいいと思うわ。この場所についてまだ詳しく分かってないんだから。
でも何もしないでいたら何も起こりっこないじゃないか。ほう、これは瓶の魔境を維持するコアなのかもしれないな。ひとたび起動すればこの空間は元の瓶の大きさに戻り、閉じ込められた俺たちは。わかったわかった、触らない、触らなきゃいいんだろ。ガイアお兄ちゃん、その話本当なの？もちろん本当なんかじゃないさ、クレイ。秘境のコアはきっとすごく大事な場所に隠されているに違いない。例えばあそことかな。体がすくんで、今の今まであの大きな丸いやつに気づかなかった。誰？そこにいるのは。グルグルグル、ま、丸い水の化け物だ。本当に化け物が出た。でも敵意はなさそうだな。それどころか私たちを見て喜んでるように見えないか。本当に？オイラをパクリ飲み込んだりしないか。Mais tu vas répéter tout le temps la même chose? お腹が空いてるわけじゃないみたい。そうだよね、しずくちゃん。やれやれ、しずくちゃんの言葉は難しいな。おお、いらべらっとし。Je crois qu'il veut nous montrer le chemin. Tomata? Bah, parce qu'il nous attend. Moustache, attache ta tino kotobaga wakarunoka? Wakata! Konoko, kito anaiste kureteranda. Machino neko-chan mitai ni. Machino neko-chan? Mondojo o aruite iruto, tamani michibata de neko to deaeru daro?お前が歩けばそいつも歩き出す。好奇心に任せてずっとその後をついていけばたどり着く先は。その通りだ。後についていってみよう。何か面白いもんが見つかるかもな。エタビスモデドナ。水の球体とちょっと似てる。ここに連れてきたのは私たちに何かしてほしいってことなのか。あれ、しずくちゃんのお友達中に閉じ込められてるの？comment t'as compris ça？悲しまないで、しずくちゃん。クレイたちが絶対助けてあげるから。そうだぞ。でもどうするんだ？まさか石の壁を壊せってことか？ううん、石の壁は壊せないんだって。扉を開く鍵はないか？しずくちゃんが消えた。でも代わりに装置が光り始めたわ。ほら、あそこの壁に何かが投影されてる。
平面空間に同じ構造の図形がいくつか重なっている。そう、あの子のお友達はその向こうにいるんだよ。でもどうしたら壁の模様に入れるっていうの？しずくちゃんと同じ方法を使うとか？ねえ、抽象的だな。Rentrer dans la bulle d'eau？ いや、クレイの言う通りだ。しずきちゃんが鍵として仕掛けを起動してくれたから、後に続く俺たちは装置に触れるだけで中に入れるはずだ。俺たちがこの秘境に入った時と同じさ。そうか、よし、それじゃあみんな心の準備をしろよ。Vous vous approchez, activez un projecteur à flux pour entrer dans une pré-illustration sur un mur. Dans une pré-illustration, interagir avec de nombreux éléments et actionner des mécanismes importants vous permettra de résoudre diverses énigmes pour atteindre la destination ou remplir les objectifs correspondants. Modifier certains éléments en dehors d'une pré-illustration peut affecter l'environnement à l'intérieur de cette dernière. Oh! Vous pouvez quitter une pré-illustration à tout moment pendant votre exploration. Les modifications de l'environnement que vous avez provoquées ne seront pas affectées. Ok, donc traduction, si je fais ça. C'est ça que j'aurais besoin. Je suppose. Ouais, on passe en jeu de dé. Oh, les primogèmes, on dit pas non. Voilà.Le premier est simple. さっきまで真っ平らだったのに、壁から出てきた途端、まん丸になったな。しずくちゃんの友達もやっぱりしずくちゃんだな。二人とも嬉しそうなところまで一緒なんだな。なあ、しずくちゃん2号が行っちゃった。ありがとう。英雄騎士のお兄ちゃんのおかげで助かったって。ファストシ、さっきは旅人もあの平面空間に入っていたわよね。気分はどう？なん、je me sens bien。確かに何ともなさそうだな。ならよかったわ。やっぱりエウロアってなんやかんやで気にかけてくれるよな。それに比べてガイア、お前は提案した張本人のくせに。俺は旅人なら大丈夫だと確信していたからこそ提案したんだぜ。しずくちゃん、ここにはあなたとそのお友達以外に他にも住んでる人がいる？ほら、クレイやお兄ちゃん、お姉ちゃんたちみたいな人。また行っちゃったぞ。でもいい知らせがありそうだな。よし、私たちもついて行ってみよう。Franchement, ce petit dispositif 2D là, c'est plaisant. Sûrement des trucs complètement à côté. On va activer ça. Donc voilà. Un village de gouttelettes. おそらく今が最も危険な時です。躊躇する余地はありません。この数日状況は悪化する一方なのです。あなたも分かっているのでしょう。だとしても、ここの主であるあなたがこの状況に甘んじていていいのですか？
ココミ？私、別にここの主ってわけじゃ。あれ？なんか、一つは聞き覚えのある声だよな。Qu'est-ce que ココミ fout ici? On dirait que quelqu'un nous a... On dirait que quelqu'un que nous connaissons. もしこの後に秘境に入ってきた人が、ここの今にも崩れそうな様子を目にすれば、きっとここは放棄された場所なのだと誤解してしまいます。別の角度から考えてみましょう。もし秘境を完璧な状態に保てたら、ここに足を踏み入れた人々は素晴らしい景色を目にすることでしょう。砂漠の真ん中にいるはずなのに、美しくて不思議な風景を見ることができたと、きっと感動してくれるはずです。クーシーさん、おっしゃる通りです。でも、ここまで来たら、思い切って苦境を突破しましょう。最も大事なのは、心残りと後悔を残さないことですよ。うわ、そりゃ、進んで心残りなんて選ぶ人はいませんから。わかりました。できるだけ逃げないように頑張ります。でも、ここから巻き返すなら…ひひ、オイラはもうわかったぞ。栄誉騎士のお兄ちゃんが違うところで知り合った。いいお姉ちゃん？ C'est une prêtresse divine。巫女さん？巫女と魔女ってどんな関係？あなた、どうしてここに？あれ？そっちは新しく入ってきた旅の人たちですか？こんにちは。ここはベルーリア・ミラージュで、私は神教の管理人のイディアです。こんなに荒れたところ、お見せしちゃってすみません。これからは全力で問題を解決していきますので、多分。皆さん、こんにちは。私は…大丈夫。私がまとめて紹介してあげます。まずは挨拶した方がいいかと思ったのですが、でもまあお願いしてしまいましょうか。こっちはあなたたちと同じくここを訪れた旅の人で、立派な軍師なんです。あなたたち、稲妻の陰陽寮って聞いたことあります？陰陽？何なんだ陰陽寮？それは厳しい陰陽術を訓練するための学校。学級を「こ」「おつ」「へ」「て」の4つのレベルに分けて、試験の得点によって式神の力を配分するんです。ちょっと待ってください。この方こそ学校史上まれに見る卒業試合で低学級を率いて高学級に打ち勝った伝説的な人物。人呼んで軍師。そうでしょ、軍師さん。あれ、軍師さん？ん？学校史上まれに見る低学級を率いて、低学級ってなんだ？ Est-ce que c'est vraiment Kokomi？Parce que déjà, elle n'a pas capté que, qui on était. Ça ressemble vraiment à un scénario de vraiment léger. Ça, c'est ce que le Niichan a dit. Mais 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 c'est ce que le Niichan a dit. C'est ce que le Niichan a dit.すごいよな。やっぱり肩書きっていうのは他の人から聞くのが一番かっこいいのかな。うん、周りに溶け込むために私も自分に肩書きをつけた方がいいのか。軍師というのはあくまで他の方からいただいた賛美にすぎません。私は三五宮ココミと申します。あれれ、おっと、失礼しました、軍師さん。三五宮さんって呼ぶべきだったかな。構いません。
名前など所詮私の存在を言い表すための呼び方でしかありませんから、お好きなように呼んでいただければ。クレ、わかったよ。ママが聞かせてくれたお話と一緒だ。あのね、教えてあげる。物語には凛の国に入って冒険する人がたくさんいたの。王様って呼ばれる人も、騎士って呼ばれる人も。産後の宮お姉ちゃんは物語の中で言うと、すべての難しい問題を解決してくれる。頭のいい人ってなんて言うんだっけ。知者かしら。ああ、軍師っていうのはまさにそういう人物だ。じゃあクレイも軍師って呼ぶよ。軍師のお姉ちゃん。もちろん構いませんよ。可愛い言い方ですね。むしろ私のペンネームよりもずっと可愛いかもしれません。それで皆さんのことはどうお呼びすればいいでしょうか。Compagnon d'armes? À moins que vous ne l'ayez oublié. もちろん忘れてなんかいませんよ。他の皆さんも並々ならぬお金です。ぜひ紹介していただけませんか。クレイも肩書きが欲しいな。そうだ、クレイは魔女がいい。ビュンビュン飛べるかな。ガイアお兄ちゃんは大盗賊で、英雄騎士のお兄ちゃんは騎士、それとパイモンちゃんは騎士の隣にいる妖精。盗賊か。子供の頃はよく海賊ごっこをしてたもんだが、それが今では陸の盗賊になったか。迫力がありそうで悪くない。Je trouve quand même que les retrouvailles avec Kokomi sont un peu plats. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire. Mate, Kishi no waku wa umatchatta no? Eiura onee-chan wa subete o kirihiraku makenshi da yo. Kirakira shita suteki no manto o motte iru no. Ma, sore nara ii wa. Korei onee-chan wa...治癒士かな。Si tu veux être le chevalier, on peut échanger. うん、治癒士だって大事なポジションだと思う。ただ、私にできるのかなって思って。私、こっそり自分に当てはめた肩書きは、冒険者とか音楽家だったから、治癒士に選ばれるなんて、なんかティナリ師匠みたいかも。クレイを信じて。クレイお姉ちゃんはあんまりいっぱい喋らないけど、すっごく優しいんだよ。まるで物語に出てくる治癒士みたいに。君ならできるわ。少なくとも傷の手当ては得意だったでしょ。いや、一番得意なのはテント張りだって前にも言っただろ。でも全力で頑張るよ。今日は師匠の仕事を受け継ぐ最初の日だ。いいアイデアですね。もし新しい旅の人が入ってきたら、その人にも肩書きを与えましょう。それにそれぞれロールプレイングもしてもらって。イディアお姉ちゃんも。イディアお姉ちゃんは物語にはたくさんの人が出てくるけど、イディアお姉ちゃんみたいなキャラクターはいなかった。別に大丈夫ですよ。私はすでに管理人なわけですし。わかった。イディアお姉ちゃんは物語には出てこなかったマスコットだ。マスコット。クレイ、別のにした方がいいかもしれないぞ。マスコット、つまり何もせずに全てのことを他人に任せられるお気楽なキャラクターってことですか。やば、見透かされたかも。Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on pourrait être溺れるかもって夢見てるな。
マスコットは軍の士気を高められるとても重要な役ですよ、イディアさん。わかりました。引き受けます。はいはい、新しいお友達を連れてきてくれてありがとう。今はちょっと一人で遊んでてね。ありがとう、しずかちゃん。バイバイ。ん？こいつのことをしずくちゃんって呼んでるんですか？確かにぴったりですね。さっきから話題がそれちまってるけど、イディアは確か何かに悩んでいた様子だったな。ベルーリア・ミラージュに何か問題でも起こったのか？あ、それはついこの間心境が破壊されてしまって、まるで天と地がひっくり返ったみたいな状況なんです。心境全体の運行を支えてたコアのパーツが一部なくなっちゃったせいで、周りのエリアにまで影響が及んじゃってて、今心境の多くのものは止まってしまってます。この間友達の娘さんと遊ぶってそう約束したのに、結局今はこんなことになっちゃって。イディアお姉ちゃんがママのお友達の砂漠のおばちゃんだったのね。これ不思議な招待状を持ってるんだよ。ほらほら、これ見て。ええー、待って、あなたはすごく驚いているみたい。瞳孔が開ききっちゃって。それってダメだよな。ママがここに来るようにってクレイに言ったんだよ。ママは大魔女で、ママのお友達は砂漠に住んでるから、砂漠のおばちゃん。お姉ちゃんのことだよね。そうだったのですね。魔女の子は魔女というわけですか。あなたがアリスさんの心境のコアに隠れたい。そうだ、隠れよう。100年間隠れるんだ。イディアは完全に心をくじかれたみたいだ。まるで希望を失ったキノコンみたいに。コレイってそういうツッコミキャラだったのね。大丈夫、クレイが手伝うよ。みんなも手伝うから大丈夫。悩みなんてシュボボボーって飛んでっちゃうよ。En tant que chevalier, ce sera un honneur d'apporter mon aide. 他のことはともかく、こいつは直すのが大の得意なんだぞ。Je gagne des titres à tour de bras, dis-je. 私はポンコツですけど、立派なみんながいてくれて本当に良かったです。そんなこと言うなよ。お前だって十分すごいぞ。励ましてくれてありがとう。とりあえずみんなは一旦おしゃべりでもしながら休んでてください。私にも考える時間をください。例えば、どう任務を分けるかとか。Discutez avec tout le monde, mais on nous ferons ça lors du prochain épisode. J'espère en tout cas que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, abonnement, commentaire, le petit like, mais également la cloche de notification. Il y a au moins une vidéo par jour sur la chaîne. Et bien entendu, en attendant, prenez soin de vous. Bye! これが旅人さんの普段の暮らしですか。またあなたに少し近づけた気がします。